くっていうのもね、なかなかこう女性は結構その泣くっていうことに対してこうなんか自然に泣いちゃうってことって結構あるような感じがして、うん、涙に対してそこまで抵抗ないかもしれないんですけど、うん、男性ってどうですか？いやー、人前ではまずないでしょうね、そういう。たとえカウンセラーさんでよっぽど自分のこと分かってくれていても、うん、なかなか難しい。男性ってやっぱりね、ちょっとこう泣くのを我慢してしまうというか、そう、うん、泣けない。まあその代わりにお酒飲んだりとか、そういうことで、まあ紛らわすじゃないけども自分なりのね、対処の仕方があって、うん、男性の方がその泣くってことに関しては、女性よりももうちょっとこう深い部分でいろいろ考えることがあるかもしれないですね。うん、泣くっていうのと違う別の行為を、まあ、酒を飲んで自分を痛めて、うん、内臓が、まあ、悲鳴を上げてるっていう状況が、うん、まあ、泣くっていう行為を体全体でやってるのかもしれないし、確かにそうですね。そのことによって自分で意識的に気づくというか、あ、なんか弱ってんな俺、うん、とかね、なんかそんな風にね、うん、感じ取れるっていうことがあるのかもしれないですね。まあ、そっちの方が多分遠回りなんでしょうけどそうですね、遠回りが必要な状態ってことですかね。そうですよね、うん、感情にダイレクト届いてない感じがあるんじゃないですかね、うん、きっと悲しんではいるんだけど、その悲しいということを直視してしまうのが怖いっていうか、そしたら自分がこう保てなくなるような、やっぱり守るものがたくさんある人はそういうふうに直視できないことってあると思うんですよ。壊れちゃったら、自分がじゃあもし今の状況じゃない自分になってしまったら、それを発見して、うん、守るものを守れないって状況になったら困るって思ってるから、うん、そういう意味の緊張感、うん、心の緊張感みたいなのがすごいあると思うんですね、うんうん、そこは女性とはちょっとこの泣けない一個の理由としてなんかあるのかなっていう、うん、思いますね。まあ、逆にそこまで分かってくれてるカウンセラーさんにだったら、うんうんうん、そういう部分を見せれるみたいなのもあるかもしれないよね。そうですね、うん、そうかもしれない。それでも大丈夫ですよっていう、うん、その後もまたその人も変わってくるかもしれないですね、うん、一つ、まあ、扉があるというか、そうですね、何かね、か、うん、自分の、うん、ことがもうちょっとこう見えてくるというか、そうですね。あとは、まあ、意外と泣いてしまっても分かってくれる人がいれば大丈夫だったりして、今までダメだと思ってたけど、泣いたら自分を助けてくれる人はいないとか、あの、受け止めてくれる人なんていないって思ってたかもしれないけど、やっぱダメな行為だっていうふうに思い込んでるから、受け止めてくれない、自分が壊れてしまう、それをすると大事なものを守れないって思うからっていう、まあそこは男独特のものがある。あまりそういうのを持ちすぎて自分で抱えすぎちゃうとあんまり良くないですよね、そうですね、苦しいかもしれない、まあ、適度に、まあ、そういう心を許せる相手っていうか、素を出せるというか、まあ、この人にはやっぱりリラックスして話せるっていう人が、そうですね、弱い部分、自分の弱い部分を見せれるっていう人を、あの、一人でも周りに誰かいてくれたら心強いかなと思いますし、いなかったら、あの、それこそね、カウンセラーさん、話しやすい、自分のことを分かってくれるカウンセラーさんに出会ってその方に話を聞いてもらうとか、やっぱりそういう心のメンテナンスが必要なんじゃないかなと思います。男性にも本当に、逆にね、知っておいてほしいなと思います。男性にこそ必要かもしれないですね。女性は、まあ、女性同士でね、なんかね、普通の場合はね、集まってね、こういろいろ話すだけで、あ、すっきりしたねとかっていう行為が、まあ、あの、いろんなところで行われているっていう感じですけど、男性の場合はね、そこがね、公にちょっとね、男性同士でみんなで集まって泣くとかないですし、うん、まあ、お酒飲むっていうのはある、ね、あるけどね、そこが一個ね、やっぱりあのハードルがやっぱ女性より高いっていうところでね、あるのかもしれないですね。はい。